ようこそサンタアンヌの方へ。ちょっと待って、お客さんチケット。はい、結構です。ようこそサンタアンヌの方へ。行くか。この BGM ってさ、あのカイナシティの博物館の BGM だよね。あれ違うかも。私は国際警察。お、これハンサムさんじゃねえ、ちげえか。ロケット団の悪巧みを追っているところだ。カイナの博物館の曲だよね。めっちゃいるな。Google マップを VR でやりたいっていう。河原割り。首に USB 端子がある。あ、お前は旧型だなみたいな。そう言われる時代が来るかもしれない。お前旧型だなその端子みたいな。でこう学校でいじめられるから端子を隠さなきゃいけない生活が始まるみたいな。俺の部屋ないんだけど。どこだ。こっか。俺の部屋がねえ。あれ俺の部屋どこ。俺の部屋の場所を教えて。キャタピーが死んじゃう。俺の部屋存在しない。もしかして俺の部屋ない。あ、ないわ。てっきり俺は自分の部屋が用意されてるものかと思ったけど、おそらく。あ、ここで回復。あらはあら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 、トーマさん回復してくれる。ちょっとあんまりにわか知識で言っちゃうと怒られる可能性があるからあんまり言えないけど。自分で育てた能力を売れるようになったりとかしたら面白くない？まあ、明らかに悪用されるけど。明らかに悪用されるけどさ、こう自分が例えばめっちゃ野球の練習してプロ野球の能力僕が作りました、この能力いりますかっつって売るみたいな。どう？こういうテーマでゲーム作ってみない？ゲームとか映画とかドラマとか、いい題材だと思うけど。映画監督、自分の育てた能力を売る世界。ただやっぱりそういう悪意のある能力を売る人も出てきて、もうあーだこうだなるみたいな、そういうシナリオでいきましょう。まあだからソシャゲのアカウント売るみたいな感じですよね。そう、寿司職人の10年はコネ作りのためって言われたの。寿司作れよ。ただそれだけ。まあコネがないと寿司も作れねえんだろうな。お、やった、すごい寿司。異世界はビードルと共に。あなたは死んでしまいました。しかしあなたが別の世界を救ってくれるというのであれば、その世界で生かしてあげます。何か一つだけ持っていくことができます。何を持っていきますか。そうだな、じゃあ俺はこのビードルを持っていく。そして始まる物語が。まあそう、網走刑務所高校で網走刑務所高校で3年間過ごしたんで。そう、その時代の記憶はないです。あの麦茶を消す話とかね。あの練習試合でそのあのドリンクサーバーに2リットル、なんか何リットルか残った麦茶がを全部消すって。あの地面に横にさせられて、 上から口の上に蛇口持ってこられて、今から麦茶を消しまーすって言って全部麦茶消すって。俺の体内に麦茶を、おお前消せ、おもう消せるよな麦茶みたいな、そういうごわごわみたいな。でも俺は飲めちゃったから全部飲むっていうね。だからエスカレートしてすげえ飲まされてた、麦茶とか。で練習終わりに、練習中に先輩にタメ口を使うと、あの練習終わりにシャトルラン100本とかあったんですよ。だからね、そうただでさえ練習がきつくて監督にも体罰振るわれるわけですよ。もう硬球とか体にぶつけられまくるし。そうにもかかわらず先輩にも練習後にしごかれるみたいな、まあよくある高校野球ですよ。まあでもそういう、まあ、3年間の刑務作業を終えて、まあ、今東京に出てきてね、なかなか生きてますよその頃の忍耐力。
さあここちょっと鬼門ですね。行きましょう。ライバルのライバル。いやでも19レベルならこっち39レベルだぞ。さすがに勝てるだろ。あいいねいいナイス急所ナイス急所だ。わこっち39レベルだぞ。負けねえだろ。ギリ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 こんなにレベル上げてこのギリギリ。対戦ありがとうございましたライバルさん。とにかくポケモンはそこそこ育ててるよ。おめえの倍以上育ててれば39レベルだぞ。こっち居合切りの名人が船に乗ってるっていうからや。会ってみたらこれがただの船酔い親父。でもこの技がまた使えるんだよな。お前も会ってみるといいぜ。じゃあ、あばよ。対戦ありがとうございました。これライバルの AI もさ、最後になるまでにひでえやられ方だよ。39レベルだぞ。もうちょっとでルギアとホウオウのレベルだぞ。船酔いですっかりダウンだ。苦しい上船長の背中をさせてあげた。スリ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 。ふう。これは狙っ時代年代的に狙っちゃいないと思うけど、なんかちょっとエッチだよ。ありがとう大ブラ君だったみたいだ。何何なんだ秘伝の技を見に来た。元気な時なら自慢の居合切りを見せるんだがな。そうだ代わりにこれをあげよう。これを君のポケモンに教えれば戦っていない時でもいつでも居合切りが見られる。あのジム戦は全部あの切り抜きで投稿してるんでぜひご確認ください。居合切りを使えば細い木も切れる。試しにクチバシティにある木でも切ってみたまえ。あんまり見ない方がいいみたいだ。オース未来のチャンピオンマチス少佐のあだ名はイナズマアメリカン。電気ポケモン使わせたらアメリカンナンバーワンらしいぜ。飛行タイプ水タイプは相性が悪いぜ。麻痺させられないよ気をつけな。それとマチスは用心深い。彼の部屋はロックされて簡単には入れないぜ。パラス逃がしようなくね。逃がすっていうかこれ木復活するよね。たけしみたいな髪染めたたけしみたいなドット絵だよなマチス。 Hey poor little kidユウの半端なパワーでは戦場じゃ生き残れないね。ミは戦争でいるエレクトリックポケモン使って生き延びたね。みんなビリビリしびれて動けない。ユウも同じ道たどる違いない。何気にマチスってさ戦争にポケモンを使ったポケモンを人殺しの道具として使った第一人者だよなマチスって。ファネフォー衛星外国人うまいっしょ俺ね。いけ黄金の芋虫を召喚せよ。生まれいでよ黄金の芋虫。嫌な音の効果を消すんだ。日本語お上手です。強くねおい11レベル下のピカチュウに HP 半分削れるんだぜ。めっちゃ強えじゃんこの芋虫。ライテフか。この芋虫めちゃくちゃ強くないですか。さあ問題はここですね。10万ボルトとか打たれるとちょっときついんだよな。特防が低いから。ライテフより速いからちなみに。ああ。よし。いずれ倒せる。もうこっちも当たったら。何でも直したと。お前めっちゃ回復薬使うじゃん。お前めっちゃ回復薬使うじゃん。ちょっと待て何でも直し使うのおめえ。やべえ麻痺だけでも直さねえとやべえ。電撃か。ああああ何でも直しはずるいな。何でも直しはずるい。マジじゃん。え、マジスマジじゃん。マジスじゃん。こいつマジスじゃねえ。マジスじゃん。当たんねえってもう毒針。当たった。すげえ電撃が連打してくる。もうちょっと待って、マジス。ほんとやめてください。
あと一発で倒せるんだけどな、あと一発で倒せるんだけどな、この一発が投げ、電撃が切れてねえよな、多分な、まだな、この一発が長い、当てたー、あー死んで、あー毒になった、はぁはぁはぁ、ビードル様、ありがとうございます。対戦ありがとうございました、マチさん、これが芋虫の力です。しびれたわ今のは、今のしびれたな、今の毒針はしびれた、ちょっとこの実況初めて一番いい毒針だったわ今のは、倒し方かっこよすぎる、いやもうこいつはチャンピオンだわ、さすがにチャンピオン、 Oh no! 言うのよの、言うの強さ Truth、つまり本物ね、 OK オレンジバッチやるよ、ボビーみたいな喋り方になっちゃった、オレンジバッチ持ってるだけで言うのポケモンスピードアップ、 And 空を飛ぶの技はファイトない時も使えとくようになるよ、You are special! これはみの気持ちいいね、はい、技マシン34は電気ビリビリ電撃波、エレクトリックポケモンに教えてください、対戦ありがとうございました。それじゃあ今日はこのくらいで終わらせていただきます、ご視聴ありがとうございました、次回岩山トンネル編です、地獄、次回地獄の岩山トンネル編でお会いしましょう、それではご視聴ありがとうございました。